奥山古墳は、鹿児島県南薩摩市加瀬田小港に所在する古墳時代前期の古墳。南薩摩市指定史跡。古墳時代前期において、日本列島古墳文化圏の西南端に出現した古墳として知られる。薩摩半島西南部、東、品海に臨む吹上浜の南部に接する長屋山の山海から北向きに伸びた海抜9メートルほどの尾根筋の末端に位置する。 大地の周囲は湿地帯となっており、飛行差は約5メートルを測る。現在の海岸線からは約1キロメートルほど内陸になっているが、かつては現在の万野瀬川、相棒氏川の川口付近により内側にも海が入り込み、入り江近くに迫る丘陵であったと考えられている。1931年に工作中の地主により主体部が発見され、 1941年に藤森栄一らによって発掘調査が行われ、六道開古墳の名で報告された。この調査では、東西方向に主軸を取る組み合わせ式箱式石棺が検出され、底部を赤粘土で充填された石棺内部から土器、鉄製武器、ガラス小玉、人骨が出土した。1973年12月20日、 火星出し指定史跡に指定された。調査後長らく、六道海古墳と呼ばれてきたが、古墳のある地点からやや離れたところに、六道港という地名はあるものの、六道海という地名は存在せず、また古墳所在地の生地名は、奥山であることから、2005年に、南薩摩市教育委員会によって、奥山古墳と解消された。2005年、鹿児島大学総合研究博物館の、 調査隊により2時にわたる調査が行われた。その結果、主体部の南側には幅1 8 0トル深さ5 0トル以上の区画庫湖上に巡らせ、主体部北側は地山をテラス上に作兵することで紛糾を作り出しており、直径1 3 5ルほどの円墳であることが確認された。区画庫内からは採取行為に用いられたとみられる。 古墳時代前期の特徴を持つ弾きが出土した。また、石棺の石材分析が行われ、石棺長編の遺体紙に、鹿児島県長島与北天草地方で産出される砂岩が用いられていることが判明した。古墳時代の薩摩半島南部の地域社会は、集団墓を主体とし、前方後円墳に代表される高塚古墳の文化や社会構造が、 あまり浸透していなかったと考えられている。その中で、奥山古墳の被装者は、塩墳を築造し、弾きを用いる、古墳祭祀を取り入れ、さらに遠隔地から石材を入手して、石棺を作るなど、広域の地域間交流を通じて、物資、情報をいち早く掌握した主張であると推測され、同古墳は古墳文化周辺域の西南端を隠する貴重な、 意向として評価されている。ありがとうございます。